今回は 3D プリンターでこんな感じの植木鉢を作ってみましたこの動画では鉢のデータ紹介とスライスソフトの設定などを公開していきますでこのザラッとしたテクスチャーが特徴的なんですがこれは 3D メッシュ構造を取り入れたものです多肉植物など水はけのいい土を好む植物にはこの 3D メッシュの鉢が適しているのではないかと思い 3D プリントでよく使われるジャイロイトという構造を 剥き出しのまま、みたいな感じでね、出力して、メインの形状アイデアにしてます。スライスソフトの設定で部分的にウォールを取っ払ってインフィルだけを出力してるイメージですね。普通は壁みたいなのがあるんですが、それの中の内部構造だけをこう露出させてるイメージです。まあ、こんなこと言っても何残っちゃって感じだと思うんで、実際にスライスソフトでどうなってるか見てみましょう。ついでに設定方法も紹介します。 あと概要欄のリンクからデータダウンロードできるんで、試してみたい方はぜひどうぞ。はい、えー、まず実際に印刷される輪切りの状態を見てみましょう。オレンジ色で表示されている部分がインフィルで 3D メッシュの部分ですね。赤色の部分がウォールっていう、まあ、詰まってる部分、ソリッドっていうのかな。 集まってる部分です。で動かして、スライダーを動かすとこんな感じで印刷、下からこう印刷されるんですけど、こう見てわかる通り、ほぼ、ほぼメッシュ。まあ、メッシュっていうか、ジャイロイド構造なんですけど、このジャイロイドっていうのは、この最小の面積で最大強度を実現するっていう3次元構造ですね。よると、もうちょいジャ,イロドジャイロイドっぽさが。 出てくると思うがこんな感じですねジャイロイド構造です、まあ、強度がね高いのが特徴なんですけど今回は強度というよりこのメッシュのような、ね、多孔質構造に着目してますでこんな感じにメッシュで覆われているような感じでなんですけど、まあ、通気性がね 抜群かなと。酸素に触れる部分を増やしましょうというコンセプトですね。では、配置と設定に移ります。用意するデータは2種類。モデル全体のデータとジャイロイドにしたい部分のみのデータですね。読み込むとこんな感じで、これがこっち側の今、このゼブラっぽくなっちゃってるのが、 これが全体のデータ。で、このちょっと半透明なのが、えー、メッシュにしたい、ジャイロイドにしたい部分のデータですね。これをそれぞれ読み込んで、えー、配置をセンターに配置します。で、センターに配置するには、センター、えー、っと、センターセレクテッドモデルによると、まあ、センターに配置されるんですけど、これ、まあ、えー、ドロップする設定オフにしているので、なんかこう沈んじゃってる こんな感じでね、沈んじゃってるようだったら、この z 軸を0にすると。まあ、ここが x, y, z が全部0ならいいんですけど、まあ、この状態にします。で、こうすると、この2つモデルあったのに、どっちつかんでんねんって話になるんで、ですけど、ここのね、オブジェクトリストっていうのが左下にあるんで、これで選択できますね。 なので、えっ、ー、と、まあ、これだけ、このメインを動かしたいときはこっち、メッシュを動かしたいときは、まあ、もうずれちゃったけど、メッシュを動かしたいときはこっちっていう風にできます。はい、次にモデルの重なった部分だけ、設定方法を変更するやり方を教えます。これで、えー、まずメッシュ、このオブジェクトリストからメッシュの方を選択してもらって、こいつを こいつに違う特性を特徴を与えるというか、これはノーマルモデル、ここの部分にノーマルモデル、プリンターズサポート、モディファイセッティングフォーオーバーラップス、ドントサポートオーバーラップスってあるんですけど、このモディファイセッティングフォーオーバーラップスですね。ここを選択します。これは重なってる部分に違う特徴を与えられるよっていう、カスタムセッティングできるよっていうやつですね。これを使って、 この重なってる部分だけジャイロイドにするっていうイメージです。で、でこのちっちゃいウィンドウをいじっていきます。まずインフィルメッシュオンリーからカッティングメッシュに変えてセレクトセッティング。で、ここら辺ちょっとややこしいんですけど、もうあの意味とかわからずにここを同じことをやってもらえればいいんで、同じようにやってください。まずクオリティは消しちゃって、シェルの中にあるウォールラインカウント。 とえー、下の方の、えー、トップボトムティックテンスにあるトップレイヤーズと、えー、ボトムレイヤーズですね。ここを選択、チェック入れます。で、そ,それ閉じたらインフィルのところに行ってインフィルデンシティとインフィルラインディスタンス、あとインフィルパターンか。ここにチェック入れてクローズします。そうすると、この今チェック入れた設定がこっち側に反映されるんですね。で、これで、えー、このウォールラインカウントがあると壁ができちゃうのでこれなしゼロ、0。 で、ウォールのレイヤーも、えー、厚さがあると、できちゃうので、ここも0。そうすると、壁もないし、上も下も何にもないよっていう、ウォールはできませんよっていう設定ですね。で、インフィルデンシティは、えっ、ー、と、ジャイロイドの、その密度、ここら辺は本当に、 出力して試してみてほしいって感じなんですけど、自分の場合は28%ぐらいかな、30だとちょっと詰まりすぎなんで、まあ、28、まあ、これなんかちょっといろんな設定にして試しにスライスしてみればいいんで、ここは好きな数字に変えていいと思います。だいたい25とか8ぐらいがいいのかなって感じ。 そうすると、このライ,ライ,インフィルラインディスタンスは勝手にこれは自動設定されるんで、ここはいじらなくていいです。ここだけ28、この何パーだけいじれば、ここが勝手に、あの、ついていきます。インフィルパターンは、じゃあいろいろですね。これを確認して、スライス。そうすると、ちょっと時間かかるんですけど。で、今回は、まあ、オールなしの、 ジャイロイドとして出力する方法なんですけど、まあ、これいじくればいろんなやり方があるのでなんか他にいろいろアイディアは出ると思いますで必ずプレビューでチェックしてみてくださいこんな感じですねどうだいいんじゃないかさっきと同じ感じになりましたよね はい。データを G コードで書き出して実際に印刷している映像がこちらです。というかもう、出力も終盤なんですけど、こんな感じで印刷してます。プリンターはアーティレリーサイドワインダー X1 という名前のものですね。中華製 3D プリンターですが、印刷が比較的綺麗です。300mm×300mm×400mm の大きな造形エリアが特徴で、値段は大体5万円ぐらい。 f o バーも YouTube 上ではまあ結構いいかなという感じで購入しました、まあ、あと出力する映像が続くんでモデリングに関してですねモデリングは Fusion360 でしましたこんな感じでメッシュの部分とソリッドの部分を分けてモデリングしてます このエメラルドグリーンのところがジャイロイド構造になる予定の部分で、デフォルトカラーのところがソリッドというか詰まった部分になる予定ですね。あとで結合した STL データとして書き出すとやりやすいと思いますで。印刷の時にサポート材をつけたくなかったので、ハンゴーバー45度まで縛り、45度までという角度縛りでデザインしてます。ジャイロイドは角度つけると破綻してしまうので、こう、モにもにょってなって、 スパゲッティングになってしまうのでハンゴーバー部分にはほぼ使ってませんでなんだかんだサポートをつけてしまうときれいに出力できないので形状でなんとか解決できるのであればその方が全然いいと思いますこの 3D プリンターが積層方式なんで形状によってって増えてはどうしてもできてしまいますねなんで積形上の縛りの中で形を作ることが醍醐味ぐらいに解釈しておくといいんじゃないでしょうかはいそんな所存です というわけで今回はスライサーソフトアルティメイカーキュラでジャイロイド構造を印刷する方法を紹介しました実際にこの鉢を使って植物を植え替える動画も上げる予定ですのでよかったらそっちも見てくださいまたこのチャンネルでは 3D データの配布やんと 3D データの配布などをしていきたいと思いますのでよろしければチャンネル登録と高評価をお願いしますそれではありがとうございました